はい、皆さんこんにちは。それでは今回はですね、8月11日にリリースされたばかりの、オープンワールド、MMORPG のタワーオブファンタジーの方をですね、遊んでいきたいと思います。今回ね、初見なので、あのキャラの作成の方からちょっと遊んでいこうかなと思います。ちょっとね、ところどころ飛ばしながらやっていければなと思います。はい、それではですね、キャラメイクの方、ちょっとサクサクっとやっていこうかなと思うんですけれども、まあね、最初から、何パターンか、プリセットがあるみたいで、今回もですね、いつも通り、女の子の、アバターで遊んでいこうかなと思うんですけれども、まあね、適当にちょっと、基本的に色とかね、そこら辺を、変えるような感じでいこうかなと思います。このぐらいかな。毛先の色とかも別で指定できるんですね。はい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 。まあ輪郭とか顔の形とかこのままでいいかな。これで次へ。あ、なるほどなるほど。これで完成でいいかな。まあ、目の形とかもね、いろいろと選べたりするので、自分の好みにね、合わせていろいろできるかなと思うんですけれども、一旦今回はね、この、プリセットのまま、ほぼプリセットのままで遊んでいきたいかなと思います。これでいいのかな？これで、キャラクターメイクができたから、これでタップして、スタートできるのかな？アカウントエラー。人が多すぎるのか。待機。なるほど。アジアサーバーはどこもいっぱいみたいですね。だとすると、ちょっとね、別のアメリカサーバーとかに行ってみるかな。呼びでしょうか。ハガードはすでに人を隔離区域に使わした。猟犬を解き放つ時が来たのじゃ。目標シグナル消失、位置を見失った。気をつけて、様子が変よ。まさかミスマッシュ、どうしてここに。急げ。トラップだ。なんとか振り切らないと。よく見て。ガラガラよ。はい、ということでですね、いきなり、よくわからないモンスターに追われたところからスタートしてるのかな。で、アバターは作ったんですけれども、なんか最初は使えないのかな。なんかメイクアップシステムっていうところまでいかないとできないみたいですね。まあちょっとこのままね、進んでいこうかな。よいしょ。電磁ブレイド。このコード、情報にはなかったわ。エナジーが少ない。最後まで持ってちょうだい。まずいわ。あのモンスター追ってきたの？なるほど。
ワンちゃんみたいなモンスターですね。はい。かなり。ここから出る方。や、はい。アクション要素が強いゲームですね。はい、まあとりあえず最初のチュートリアルはどんどん進んでいきましょう。これ勝手に登るのかな？クライミング状態になるのか。ジャンプをタップすると素早く登ることができますが、体力の消費が激しくなりますと。はいはいはい。宝箱は、ん？こうやって開けるのかな？コア、なんか武器に装着できるコアなのかな。そんな格好ですね。キルベロス、なんか顔が2つか。はい、これは殴ってればいいのか。なるほど。このムービー中のなんかコマンドを入力する音が結構あるな。今なんかチュートリアルだったそんなにかなりこう入力までの時間が長いかもしれないですけど、だんだんこういうの難しくなってくるのかな。この先に出口があればいいけど。洞窟みたいな。なんだなんだ。よいしょ。壊れるかな。これは壊せない。壊れたけど、なんもないのか。よいしょ。こういうオブジェとかも壊したりするとなんかレアアイテムとかが出てくるのか。よいしょ、なんだこれ。元素攻撃、対応する元素攻撃をしなきゃいけないかな。なるほどね。武器によってこういう扉が開けられたり開けられなかったりするのかな。とりあえず殴って、たくさんいるな。基本通常攻撃のレベルでなんとかなんのかな。時々回避行動を取ったりしながら、これ全部かな。攻撃してけどそこまで。サプレッサーエナジー不足により停止します。まずい、なんとか持ちこたえて。サプレッサーが停止しちゃうのか。よいしょ。宝箱、よいしょ。なんか一本道だと敵が出てきそうですけど。サプレッサーの命がもう、あと少し、あと少しだけ。目標を捕獲。了解。連行した後に記憶を消去する。記憶消去するの。お兄ちゃん、心拍数が安定してきたわ。もう大丈夫だろう。身体機能を回復している。間に合ってよかった。あ、動いたわ。光、一体何が。ねえねえ、見える？お兄ちゃん、早く来て。気がついたか。サプレッサーは問題ないな。安心しろ、もう大丈夫だ。ここはどこ？どこだ。はい、なんか、さっきのと、あ、ごめんなさい、倒れたところから。サプレッサーのエナジープールを新しいものと取り替えた。少しは楽になったか。
かなり。あなたたちは？あなたたちは？丸一日意識は戻らなかったのよ。私てっきり。こいつはシャーリー。俺は兄のジーク。このシェルターの責任者だ。あなたたちが助けてくれたの？うん。シェルターの裏手に倒れてたのを見つけて。それに。サプレッサーのバッテリーも切れていた。それで仕方なく、シェルターに運んで応急処置をしたというわけだ。ここはコードナンバー HT501。アストラシェルターだよ。それはそうと。名前は何だ？なぜ裏山に一人でいた？なぜ？それが何も覚えてなくて。なるほど。私が見つけた時は全身擦り傷だらけだった。もしかすると迷子になったスカベンジャーさんかな。スカベンジャー迷子それは運が悪かったな。あのメカの墓場には異星獣が住み着いている。生きているだけで儲け者だ。記憶が戻るまでここにいるといい、はい、さっき全身を検査したが特に問題はなかった。はい、ありがとう。助かるわ。助かるわ。とりあえず身なりを整えろ。それではいくらなんでもひどすぎる。シャーリー、こいつをセリーンのところに連れて行ってやれ。彼女にはもう知らせてやる。わかった、ついてきて。はい、ついてきます。武器はあそこの箱の上よ。忘れないでね。はーい、そうか。なるほど。電磁ブレイド、結構武器の種類もいろいろある。ここは最初の村みたいなとこなのかな。どう？悪くないでしょ、ここ。シャーリーとジークはここで育ったの？私たち小さい頃からずっとここで暮らしてるの。その頃はまだ人も少なくてね。みんなで少しずつシェルターを今の形にしたのよ。なるほど、シェルターか。もう準備が出てきています。いつでもどうぞ。これは、私はミア、第4、第4、第4世代 AI サーバントです。こんにちは。ミアはこれでも役に立つのよ。お兄ちゃんが遺跡から見つけてきたの。でも言語モジュールにちょっと問題があって、時々会話が変なの。すみません、ミアは皆さんに正しく伝わるよう努力します。いいのよ早くこちらへ。セリーンさんをお待たせしてはいけません。なるほど、かわいい。はい、アストラシェルターという見慣れる場所、ジークとシャーリーは倒れていた私を助けてくれた。何が起こったのか覚えていないけど、心の中にはいつも不安がある。どうしてだろう、はっきりさせなければならない。ということで、最初のクエストかな。お好みのモードを選びください。自動出します。自動出していいかな。ねえ、あそこに戦艦があるでしょ。はい。あれはベツレヘム号。50年前からあるんだってお兄ちゃんが言ってた。50年も？大厄災の時、近くをパトロールしていた連邦艦隊がオムニアムの爆発で全滅したの。ベツレヘム号だけが島に不時着して、その残骸の周りにシェルターを建てたのよ。あれがセリーンさんよ。行きましょう。はい。ああ、あんたが裏山で救助されたって子ね。そうです。はじめまして。シャーリーと同世代かしら。外の世界で随分苦労したんでしょうね。セリーンさん、早くこの人をきれいにしてあげて。きれいにしてあげて。はいはい、わかりましたよ。ここでさっきのアバターに変えられるのかな。綺麗にしてって外見がまるっきり変わるのか。
はい、ということで、先ほどのね、ようやくアバターの方に、変わることができました。で、いろいろ話ができるけど、多分セリーンさんに話しかけるとね、先進みそうなので、ちょっと他の人から話してみましょうか。健康に気をつけてください。怪我をしたらすぐに手当てを。ミアは応急処置ガイドを用意しています。現在抽出中。はい、応急手当てしてくれるのかな。シャーリーもでも見習いナースですもんね。早くセリンさんに挨拶しに行きましょう。さっきしたんじゃないのか。こんにちは。あら、やっぱり孫にも衣装ね。ありがとう。ありがとう。いいえ、ほら、見た目も小ざっぱりしたことだし、無駄話はやめて、この子にシェルターを案内してあげたら。うん、任せて。案内お願いします。セリーンさんに気に入られたみたいね。ここは制御室、シェルターに異常がないか観測するの。はい。ではバウルさん、こんにちは。おはよう。おはよう、シャーリー。おはよう、バウルさん。タオルさん、おはよう。おはよう。お前さんたちが助けたっていうのはこの子か。体の具合はどうだ。おかげさまでなんとか。なんとか。そうか、今の世の中平穏無事が一番だ。お店長様に感謝しねえとな。はい、タオルさん、お酒臭い。酒臭い。あっと昨日ちょっと飲みすぎてな。ちょうどこれから環境観測データの回収に行こうと思ってたとこだ。気をつけろよ。でもまだお酒が残ってるんじゃない。データの件は私に任せて。この間みたいに酔っ払って池にはまったりしないでよ。あ、いやここはお前さんたちに頼むとするか。そんなら俺のドローンに道案内をさせよ。ドローン？え、興味あるんだ。いいだろう。シェルターの環境を知るいいチャンスだ。ドローンと一緒なら道に迷う心配もない。ドローンがあるのか。はい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 、これか。これがドローンですか。はい。え、あ、ドローン掴まれるんだ。人が乗れるドローンなんだ。へえ、いいねいいね。勝手に目的地まで進んでくれるのかな。水分データ収集中。はい、水分データ収集。鳥になった感想はどう。しっかり捕まってね。緊張しないで。私は気力呼び出し。シャーリーは先日の飛行中川に落ちました。落ちました。え、ちょっとそれはアクシデントよ。植生データ収集中。植生データ、なるほど。タンポポ。岩層データ収集中。はい、あ、これ下に降りることもできるかな。終わったら戻りましょう。はい。地質データ収集中。地質データまだ終わってなかったよ。はいはいはい。データサンプルはこれで十分だろ。上出来だ。はい、戻っておいでよ。他の場所も案内してあげる。これは移動は自動なのか、降りるしかないのか。よいしょ、降りるか。どこかな。あれ、こっちか。なんかいろんな、結構いろんな人いますね。人とか機械。おっと、なかなかやるな。そんじゃこのデータをアルフレッドに届けるとするか。アルフレッド、とにかく今日は助かったよ。ありがとうな。データ分析の結果、アルコールの長期にわたる多量摂取は人体に多大な悪影響を及ぼすと判明しました。健康に配慮したレシピをご参照ください。パウルさんには狩猟の削減と適度な運動が必要です。そうだよ、ミアの言う通り。パウルさん、体には気をつけなきゃ。はい、ああ、わかったよ。すいませんでした。じゃあ行こっか。他の場所も案内するね。お願いします。サミーさんを紹介してあげる。
サミーさん。結構このシェルター広いですね。広いし、いろんな人がいるな。サミーさん。サミーさん。シャーリー、どうしたんですか。あら美しい。私に何か用でも。新しい友達を紹介するね。初めまして。初めまして。ようこそ。あなたのお話は聞いています。お体の方は大丈夫ですか。平気平気。お兄ちゃんがサプレッサーのエナジープールを変えてあげたからもう大丈夫。サプレッサーってなんだろうな。あ、紹介がまだだったね。こちらサミーさんと言っても私より二日お姉さんなだけだけど。なるほど。このシェルターで一番のシェフなの。今度機会があれば何か食べさせてもらうといいわ。シェフなのか。いいですよ、何でも好きなものをリクエストしてください。でも転送ゲートの修理が終わるまではベンジス港に新鮮な食材を買いに行けないんです。修理だけなら私たち二人で十分。ほら早くついてきて。僕も行くのか。僕も修理を手伝わされるのか。でも、はいはいはい、ゲートの修理のことお兄ちゃんには内緒よ。危険なのか。記録、今月シェルターで発生した事件は8件、うちシャーリー関連は。見合ったら何でもベラベラ喋らないでよ。ここだよ。これが私たちの転送ゲート。これどういう仕組み。それがよくわかんないの。パウルさんはオムニウムを使って転送したいものをバラバラに分解して遠いところでまた組み立て直すんだって言ってた。え、それなら人間を分解して組み立て直しても元通りになるってこと。ってこと。どうだろう。でも私も何回も使ったけどこの通りピンピンしてるよ。怖っ。それでどうやって修理するの。エネルギーコンバーターのフィルター故障だから予備のものと交換するだけ。なるほど。それだけ。楽ですね。それだけ。パウルさんがそう言ってたもん。私はプログラムを調べるからあなたは替えのフィルターを持ってきて。あそこだよ。なるほど。見える、予備のフィルターがあの建物にあるの。これか。はい。フィルターを装置に入れるだけで OK よ。投げていいのか。これよいしょ。入った。ちょっと押し込むの手伝ってくれない。そんなんでいいのか。なんか引っかかってるみたいで。そんなんでいいのか。できた。これで治ったのか。お茶の子さいさい。あとはちゃんと動くか確認したら終わりね。確認ってどうやって。もちろん自分で試してみるんだよ。でも転送ゲートには自分が起動したゲートの間でしか転送できないっていう制限があるの。だからあなたはこのゲートしか使えない。確認は私に任せて。でもそれって大丈夫なのかな。大丈夫、心配しないで。すぐ戻ってくるから。不安しかないんだが。気をつけてな。機能は問題なし。ベンジス港に着いたわよ。ああ、なんでストロペンドラが。ついてこないで、助けて。虫は大嫌いなの。虫なのか。武器ユニットを検知。武器データを転送。セントゾンビ。セントゾンビ。はいはい。なるほど。コンボが繋げられるってことかな。携帯、強力な敵エネルギー反応を検知しました。検知しました。はい。武器はレベルアップ。ここでか。のんきだな。こっちか。はいはいはい。武器を開いて改造する。ランクアップ、レベルアップ素材を使って強化すると。レンジブレードが見て。痛い痛い痛い。あ、なるほどなるほど。
よいしょ、当たっちゃった。なんだこれ、なんか攻撃モードになったのかな。あれ、いつの間にか倒しちゃったけど。はいはいはい、シャーリーを慰める。どこにいるのシャーリー。あっちか。シャーリー大丈夫？あのモンスターたち、あなたが追い払ってくれたの？はい、もう大丈夫、全部片付けたわ。片付けたわ。怪我は、怪我してない？記録中、シェルターで今月発生した事件は計9件。ごめんなさい、私ちょっと虫が苦手 で、 虫じゃないだろ。どうしてあんな奴らをおびき寄せてしまったの？転送ゲートの位置情報システムに問題が起きたみたい。ベンジスの浜辺に放り出されて、そこでモンスターたちに襲われて、ほんと最悪。でも位置情報システムは複雑すぎるから、パウルさんでも直せないかも。ホラン、ホ、フランツさんに助けを求めましょう。うん、そうだね、あの人なら何とかしてくれるはず。フランツさんって？ハガードから来たフランツさん。とにかくすごい物知りなの。お願い。警告、転送ゲートは故障中、正常に使用できません。ミアはここに残り、皆さんに警告を続けます。お願いします。さすがミア、そうしてもらえると助かる。よろしくね。じゃあ気をつけて、お兄ちゃんに気づかれないように。会いたい人はシェルターの外にいるの？遠くないわ、ついてきて。嫌な予感しかしないな。あの大きな岩見た？ブルークリークの正面にあるあれ。ああ、あれね。あの岩バーチャルみたいに見えたけど。あそこは旧連邦時代の遺跡の入り口だってお兄ちゃんが言ってた。アバターシステムで岩に偽装してるんだって。遺跡か。中には何があるの？わからない、お兄ちゃんは危ないから近づくなって言ってた。でもきっとすごく貴重なものが隠されてるんだと思う。だってあそこを調べるためにハガードからフランツさんが派遣されてきたくらいだもの。さあ準備はいい？川のあっち側まで行くわよ。はーい。ここら辺にいるのも敵なのか。これウサギ？タンポポ、でっけえタンポポだな。早く来て、面白いこと教えてあげる。はい。何？あの崖を迂回していくとかなり遠回りになる。ねえ、近道したくない？なら試してみるか。ちゃんとついてくれば大丈夫、私いい道知ってるの。ちょっと待って、まさか泳ぐのか。おお、なるほど。よいしょ、危ね、当たった今。はいはいはい。どう？最高でしょ。川を渡らないといけないみたいね。あなた泳げる？大の得意だ。それならどっちが先に向こう岸につけるか競争しようよ。はいよ。じゃあカウントダウン開始。先に3、1。おいおい、先行ってるぞあいつ。よいしょ、卑怯だな。おい、フランスさん。フランスさん。あれ、チャーリーじゃないか。どうした？よくジークが外に出るのを許してくれたな。お兄ちゃんは忙しくて手が離せないから、仕方なく私がお願いしに来たの。転送ゲートの位置情報システムが故障したの。でもこの辺で修理できる人ってあなたくらいしか思いつかなくて。それならお安いご用だ。帰るついでに直しておこう。まさか今すぐ直してくれないの？直してくれないの？でもこのデコンストラクターも故障中だから今ちょっと。壊れすぎでしょ。デコンストラクターってアバターの偽装を解く機械だよね。そうだよ。でもこいつはもう古いから肝心な時にストライキを起こすんだ。これ直すのって大変？ショートしただけなんだが、中の部品が焼けてしまってね、修理には時間がかかりそうだ。こんな簡単に修理できるのか。でもサミーさんが急いでベンジスに行かなくちゃいけないの。シェルターの食料ストックが底をつきかけてて。ええ、分かったよ。それならこっちは後回しにして転送ゲートを優先しよう。悪さしないでおとなしく待ってるんだよ。もちろん、
いい子だもん。いい子とは、いい子とは誰のことだ。この機会私でもなんとかなるかも。フラグでしかないな。シャーリー、あなたまさか。あなただって遺跡に興味あるでしょ。このデコンストラクターを修理すれば中に入って探検できるんだよ。これは電磁重鋼製の旧式だから原理は単純だし、なんとかなると思う。まだちゃんと調べてないけど、見た感じだと電源が焼けて壊れたみたい。じゃあ私は何すればいいの。私はここを見張ってる。あなたはアストラ島のオムニアムタワーに行ってくれる。リトルウィリーっていうドロイドに予備電源を借りられないか聞いてみて。あの子とは仲良しだから、私の名前を出せば喜んで手伝ってくれると思う。でもシェルターから離れると危険だし、道も険しい。くれぐれも気をつけてね。そんなところに行かせるのか。そうだ、私のジェットパックをあげる。急いで行くには便利だけど、使い方には気をつけてね。危険を感じたらすぐ逃げること。ジェットパック、ジェットパックを使えば険しい地形だってひとっ飛び。試してみてね。はい。ドラッグで方向を変えた後ドロップすれば矢印の方向に飛ぶ。ジェットパック、これで空中ターゲットに近づくと攻撃機が点滅し、攻撃すると空中銃撃を発動できます。はいはいはい、これで近くの敵に攻撃して着地できるのかな。探索モードとガイドモード、探索モードでいいかな。あれがオムニアムタワーよ。ハイエナの縄張りだから注意してね。なんぶないところに行かせるのか。なるほどなるほど、まあ、これでね、ちょっとね、全然まだそのわからないような単語とかがたくさん出てきますけれども、まあどうやらね、いろんなシェルター間の、移動が、よくわからない装置転送ゲートで、行われているみたいですね。でそれを直していくよう、直してって、いろんなね町とか、行けるようになるのかな。あとはその、オムニアムタワーですかね、それがとか、さっきの遺跡なんかがその探索するようなところになるのかなっていう感じなんですけれども、まあ、今回はね、この辺にして、また、次のね、動画で、続きをやっていければなと思います。それでは、皆さんお疲れ様でした。さようなら。